東最強村人ケプト。シュートが1P、 シュートが1P、 OK。 さあ再開の花園再開の花園、もしかして今からピクミン配信始まってしまう。さあケプトさんの応援、さあケプトさんは、ケプトさん応援していけ。さあケプトさんとしてはここは勝てばアップセットというところ。やはり再開の花園来るか。村町、村と町、勝者側3回戦、シュートン VS ケプト。さあシュートン3といえばやはりこの空上からの横火、まずは黄色を処理。でも結構なんか黄色が好きな人とかもいて、ここはなんか人によりけりですけど、ここ最近はやっぱりこのシュートンさんがやるように、まあ、大体黄色は、大体やっぱ黄色はその性能がどうしても他のピクに劣ってしまうので。さあジャックに総裁判定なし、まあ、空中攻撃ですからね。さあ対空完璧。さあ赤、え、さあ当てたのはそれはハニヤ君ロケット。下すま、今のさあ、あえてのダウンの読み合い。さあ色が赤赤紫の殺意の高い。さあ弱弱弱で、さあ赤ピクミン吸っていく。どういう挙動になるんですかねこれ。あれですか、そうカービィみたいな感じですかね。さあ弱弱弱読み合い、羽生さんの判定でかすぎ。さあ弱弱、さあジャックジャックでアニマも絡めて、これ効果力。さあ空中上でちょっかい出して、この空中は本当にクラウドですからね、やってること。レッツゴーケプト、レッツゴーシュートン。さあ反角が完璧すぎるこの男、なんでそれが見えてんのっていうの質問すると、え、見えるでしょって返ってくるらしいですよ、シュートンさんには。さあここはしっかり崖セットアップ、木を植えていく。さあ横砂と空中後ろで壊れる。どんだけ紫強いんだ。さあ空中後ろ、あわや激戦。さあシュートさん、例えばこの復帰の強さ、さあ復帰の弱いとされるピクオリで、さあここまで復帰の強い、復帰のうまいピクオリ使いはいない。さあこの復帰阻止の、おっとこれは左辺が入ってしまう、バードディアイ。さああそこでのやっぱり復帰阻止での細かい火力稼ぎが効きましたね。さあしっかり木はバースタイ。さあ赤ピクミンがくっついてヒットストップ伸びている。とりあえずなんかシュートさんも言ってましたけど、黄色はとりあえず捨てれないときはとりあえず使って、その時に一番強い行動をするみたいなことを前のシュートン配信で言ってましたね。そういえば、さあ横 B、 さあ白が張り付く、おいしい。さあ上のやらで張り返したいところだが、アホの上投げ飛びすぎ村町 163%。 クッパでも撃墜しそうなパーセント。さあ白くっつく、さあ崖無敵生かして 6%。 さあしっかり固めて掴む。さあ村人の基本中の基本、しかしリスクもそう。さあよ、さあ高投球していく、無からボーリングを生み出す。しっかりジャンプで紫を拒否して、さあ横尾痛くで青張り付く。さあ空車の判定出していくぞ、ここのガキのジャック固めからのつかみ、ルイージか。さあここはさあしかし1段階も切っていないのであまり脅威はない。さあ斧が使う前に枯れていく。さあパーセントはケプトさんが若干有利か。さあ横須賀でハニワ君ロケットごと爆発させていく。おそらく炎判定なので、あの赤ピクミン知らないですね。さあ空中への読み合い制して、さあその上がり通して、さあ火力はほぼほぼ。さあ斧見せていく。さあ横強渋くてさあ紫ピクミンの横尾非常に崖上がりに適しているこの技。さあ切っているのは紫ピクミン。あんなんされたら
どのピクミンでも名もなくなりだわ。さあここは打って帰ってシュートンさんが崖を狩る側。さあジャンプ回避でお茶を濁して、さあお互い何が当たっても撃墜そうなこのパーセント。さあしっかりガード固めている。さあこれはほかほか乗っている。さあケプトさん悩んでいる。ジュンさん休憩します。ルーシャが本物の方が、ルーシャかっこ本物、分身の分身と一緒に話していきますね。なるほど、まあ、実況はルーシャさんにお願いしますかね。普通に2戦目スマムラを選択ケプトさん。先ほどはお互いに撃墜拒否がうますぎましたね。本当に最後の最後までどちらに転ぶか分からなかったですが、白ピクミンとジャクジャクジャク相打ち、このつかみ通すの非常にうまい。ケプトさんつかみ言うてたら通す、ピクミンしまって空下の持続長くしてうまい回避も読んで反対側に弱置いている。素晴らしい、細かい火力稼ぎが非常に大切ですね。村人はめちゃくちゃうまいですね、仕上がってますね。うまいぞ、つかみ通ってボーリングは拒否してもう一回このボーリング何回投げても、ただジャックからハニーは牽制していく。 69% で 32% この中距離の夢は非常に熱い。ハニーに対してシュートンさんがオリマあピクミンを投げつけることによってどんどん形成していってますね。復帰阻止阻止、お互いに復帰がうまい。ジャクジャク、さあ裏の方では光るアトリエやってますね。タミスマ配信側の方で光るアトリエ配信してますね。勝者は4回戦関西の頂上対決っても過言ではない。さあマックス決断量といったところ、うまい。 78% や 79% 完全に五分。このじいじいと旋回ピクミンをしまってボーリングからの投げて、ボーリング釣ってましたね今。おっと木から本当にうますぎる、うまい。空中前クッキーできるか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 、なるほどギリギリ、お互いに復帰うまいですね。やはり似たような復帰の強度ではありますが、空したカーブが3つ出てきて崖の展開ちょっとしんどいか。シュートンおります、しかし転がり上がり読みの花火はしっかり回避。 120% は 111% は 112% ピクミンでダメージが加速していって、そろそろ青ピクミンとかが嫌な感じになってくるか。ガンダッシュした今日当たったら撃墜、空中前ファニーワが出ず、ここは痛恨か。しかしオリマーも 120% 何かが当たると、ハニワが出ない。ジャク待って、紫めちゃくちゃガード削れてなかった。まだガード削りますね、単純にダメージ加速するから。うまい、ここはダッシュガードへ飛び込んできたところにしっかり掴み置いている。ほんとしまえない、14% 全然わからない。下今日うますぎる、パチンコでもう一回パチンコ打ってくるんやろうと言わんばかりの空中前空中前。いやー職人の復帰ですね。しかし今のもハニワが助けて下今日はジャスが間に合う、反対側に着毎回読んでいたか。14% 対 65% 空中になる、まずは暴れて、まだまだ全然わからない飛び道具対決、相手のピクミンも利用しつつ差を詰めていきたいエキプト村人。このリードを生かせるかシュートン。オリマつかみ通って本当にうまいですね、つかみ通すのは。今のお見合い読むか、さっきの本当に通ってま
めちゃくちゃうまい。空後ろ 86%、 ちょっとシュートの今側に傾いてきたか。空中前、この埴輪聖戦に対するリスクの付け方恐ろしい。あ、前にヒットストップ生かそうと思う。空中前、崖から上がらせない。シュートンオリマー、ここは冷静に、もう一回反対側の崖けど、また右側の崖でやり直し。上スマッシュはしっかり上側から掴んで 70% あるんじゃないか。これ弱弱弱弱、おのタイミングぴったりあるか。ここは崖背負ってしまうが、パチンコで仕切り直し。空中前、空中下、さあ、もしかいない。うまいぞ。あそこでも掴みを通せる。あ、うまっ、過ぎたが、あと木を殴って斧を消し飛ばす。まずは斧を殴って、あー、空中前、まだ撃つならない。これ OP ですかね。残り時間もう少なくなってきた。あと、これは読んでる。アイオピでした。ここやるやろみたいな感じで、このシュートさんなんか未来予知してた。いやー、素晴らしい試合でした。2-0でシュートさん勝利。